どうも徳井です。ついに、2023年の、オーサムバックパックとかいろいろカバン類の商品が、出揃いましてですね、7月7日から発売することになりました。割とまだですかみたいなお声もいただいてたんですけれども、生産に時間がかかってしまいまして、やっとこの7月7日に発売できるようになったということでございます。紹介していきます。もう今ここにね出てますけれども、こちらがですね、2023年のオーサムバックパック。基本的には、第一世代と変わりません。はい、同じデザイン同じ機能になってるんですけれども、本当に若干の変更点がありまして、それはですねこの後ろのとこですね、ここのとこですね、第一世代はここにこうループみたいなのが通ってまして、そこにこのオプションのねこの下につけるバッグをここループでこう通していくっていう付け方だったんですけども、今年のやつはですねもうそこはシンプルにしまして、付属でねこういうベルトがついてるんですけども、そのベルトで後で紹介しますロールバッグっていうのをここに、ギュッと 縛り付けてもらうっていう、そういうシンプルな付け方にいたしました。はい、でですね、本当にまあこの若干このあとロゴのですねこのグリーンが少し濃くなったりとか引き締まった感じの印象になったりであるとかっていうところが変更点で、生地もですね、1680デニールのバリスティックナイロンと、PVC 加工の2層になっているっていう、そういう生地でございまして、非常に防水性も高くって強い生地になっています。それは前回のやつと変わりないです。ですね、ポケットとかの大きさも全く同じでございます。これはもう定番商品としてでですね、あとこのデイズの方ですね、一回り小さいタイプ、まあこれ一回り小さいって言っても、まあ、これってこっちがですねかなりちょっと大きめのリュックになってますんで、こっちのデイズの方がいわゆるデイパックって呼ばれるような一般的なリュックの大きさかなっていう感じです。はい、だからキャンプとかで荷物の多い人とか、まあ、日常的にも結構荷物多いっていう人なんかは、こっちの方を選んでもらって、日常の本当に1日使う分の、まあ、学校のなんか教科書とか、なんか仕事行く時のいろいろなんかお弁当だなんだかんだ書類だなんだかんだっていうのだけ入れますっていうのは人なんかは、まあ、デイズの方でもいいのかなと思います。でですね、このデイズの方が若干このデザインのこのバランスですね、そこにちょっと変更がありまして、まあ、見てもまあほとんど分かんないんですけど、ここのですねこっからここの長さのバランスですね、これをちょっと整えまして、本当にこっちの方のオーサムバックパックとこの辺のバランスを全く同じにしたという、機能的にはもう一緒です。こっちにもですねもちろん内蔵のサコッシュついております。 見えますかね、内蔵のサコッシュついております。はい、こっちにも一応下にはこういうこうね D 缶と言われるこういうやつですね、これがついてますんで、別売りのロールボストンをつけることももちろんできます。はい、っていうのが、はい、もう定番商品のオーサムバックパック、この2種類ですね。でこのオーサムバックパックの下につけることができる、はい、こちらロールボストン、これも新しく発売になります。これがですねこのリュックについてきますこの付属のベルトがあるんですけど、そのベルトをですね、わかりますかね、 こういうところのここのループにですね通してもらいまして、で下にもこのループがついてますんで、こうループをこう通してもらってベルトでこういう風にくっつけるというシンプルな構造でひっつけることができます。でベルトなんでもうギュッと縛れば、ここの中にこのロールボストンの中に入そんなにたくさん入れてないよっていう時なんかはギュッと縛ればこうグッとなりますし、はい、いい感じに縛り付けてもらえるんじゃないかなと思います。でですね、もちろんこれロールボストン単体としても使えるようにちゃんと持ち手がついてますんで、割といいサイズの、なんとなくサイズ感こんな感じですね、案外使えるサイズかなと思います。でまあここはもうシンプルに
こうガバッと開きまして、あえてこの中にはポケットとかそういうのは作ってません。もう何でもガバガバッと入れてもらえるようにしております。でですね、ポケットこっちですね、両サイド、こことここ両サイドにこう丸く開くポケットがついてございます。はい、こういう感じですね。でこっちにも同じようにこう丸く開くポケットが両サイドについている。こういうところにいろいろな小物なんかを入れてもらえることができるという感じですね。これがロールバッグです。さあ続きましてですね、今回の目玉といっても過言ではないこのオーサムバックパックの、ハイグレードバージョン、オーサムバックパックピークという、そういう、リュック作りました。それがこちらです。はい、これですね。素材感こういう感じなんですけれども、これとこれは黒ですね。でもう一個すでにしたものを僕も使ってるんですけれども、カーキですね。この2色展開になっております。しかもこのカーキの方はですね、このオーサムバックパックデイズの方、ちっちゃいサイズ、それもございます。持ってきます。はい、これですね、一回り小さいサイズ、こういう感じのラインナップになっております。はい、でですね、ちょっとこのピークの方説明していきますと、まずですね、大きな特徴、これがですね、何がこのハイグレードバージョンかと言いますと、生地、そしてこういうとこに使われているレザー、ここなんですね。で、この生地がですね、なんといってもすごくいい生地、ちょっともう正直高級な生地でして、この名前がですね、ここにタグがついてるんですけど、これ X パックっていう生地で、ちょっとこの生地をどうしても使いたくって、この X パックっていう生地はですね、ディメンションポリアント社っていう会社がありまして、そこはヨットの帆とかを作ってるメーカーで、世界の、シェアナンバーワンのメーカーなんですけど、そのメーカーが作ったのがこの X パックっていう生地で、とにかくこれまああんまりややこしいこと、細かいこと言ってもあれなんですけど、こう3層構造になってまして、とにかく軽くてめちゃくちゃ丈夫で、撥水防水性がかなり高い。でもこの X パックっていう生地って、本当にもうちょっと数も結構、今回入手するのも、一定量入手するのも結構難しかったぐらい、すごい人気でなんぼでもある生地っていう感じでもないので、割とね、偽物のなんか X パックっぽい生地みたいなのも出回ってるぐらい、すごい人気のある、すごい素晴らしい生地です。ちょっとなんとなくわかるかな、光の反射で。ちょっとこう表面はね、ちょっとコットンっぽいような感じの手触りになります。とにかくいい生地を使っていると。で、ところどころですね、こういうレザーが使われてるんですね。まあこういうところであったりとか見えるかな。あとここですね、このカラビナとかをつけるループもそうですし、あとこことかもレザーです。はい、でこのね、レザーっていうのが、まあ、これは世界三大レザーっていうのがあって、イタリアのバケットレザーっていうのが世界三大レザーのうちの一つなんですけど、それを作っているオリーチェっていうメーカーのレザー使ってます。このレザーもすごくいいレザーなんで、本当にですね、生地、そしてこのパーツ、すごくいいものを使っております。なので、オーサムバックパックピークということになってます。でですね、ピークの方はこの辺もちょっと全体の雰囲気に合わせて、これ金具になってますね。渋い金属の色合いの金具になってます。後ろのこの D 管と呼ばれるこの部分もこれですね、これ金具になってます。で、これだけじゃなくて、それに合わせて、もちろんこのピークの方の中にもサコッシュついてるんですけど、そのサコッシュの方もこういう感じに、これですね、見えますか、同じ X パックを使ったサコッシュになってます。はい、でこれね、こう取っ手のところ、ここもレザーになってます。このサコッシュだけでもかなり値打ちがあるんじゃないかなと思います。もう一個の色、これカーキの方ですね。このカーキの方がちょっと色合いをね、どうしようかなっていうのはすごい迷ったんですけど、まず、もちろん生地は同じ X パックのカーキですね。
買ってます。でこのレザー部分ですね、これはこっちが黒なのに対してこっちは茶色のレザー使ってます。で全体もここ全部茶色のパーツでですね、こっちですね、サイドのこういうところとか、あとこのショルダーベルトのこういうところとかにはこれサンドベージュを使ってますんで、カーキとこの茶色とサンドベージュとこの3色で構成されてます。なので割とこう色合い的にこう、まあ、ちょっとクラシックな感じというか、で案外いろんな服にも合いますし、まあ、女性なんか結構なんか、インスタの反応とか見てると女性とかもすごい可愛い可愛いというふうに言っていただいております。ありがとうございます。全体的にこうハードすぎず、少しクラシックな感じのデザイン色合いになってますね。でですね、もちろんこっちのカーキの方もサコッシュついてますんで、はい、こういうサコッシュついてますですね。こういう生地になってます。よりでお見せしますね。猫さん、ニコごめん。はい、よるとこういう感じの生地です。すごい、このレザーもねいい感じにツヤがあって、でもどんどん使い込むごとにですね、このレザーいいレザーなんでどんどん味が出てきます。裏こういう感じですね。これがピークのブラックの方ですね。ここがレザー、これ X パックですね。ちゃんと本物の X パックを使ってるっていうタグがついてます。一応このカーキの方を背負うとこんな感じですね。こんな感じになります。これがオーサムバックパックピーク2種類です。あ、まあこれが大きいのと小さいのあるんで、まあ、3種類か。で今回新しいのがもう一個、オーサムトートバッグ出ました。結構ねトートバッグ作ってほしいっていう声も結構多かったので、今回作らせてもらいました。僕もですね、あのリュックを使う時とあのトートバッグ使う時と両方あるんで、まあ、自分的にもトートも欲しいなというふうに思ってましたんで作りました。はい、でこれはですね基本的には結構大きめの、はい、トートバッグになってますんで、もうかなりの荷物入れることができると思います。はい、このオーサムバックパックのリュックともう同じぐらいの量を入れることができます。サイズ感的にこんな感じですね。こういう感じになります。でデザインの方はこのオーサムバックパックを踏襲しております。統一のデザインになってますんで、この辺のですね、はい、このポケット類ですね、この辺はこっちのトートバッグにも全部ついております。こことかこことかちゃんとサイドにもジップで開くところが、はい、これと同じようにこっちにもついてます。もちろんですね、このこっちのリュックと同じようにそれぞれもすごく大容量なんで、この前とサイドについているポケットだけでもですね、かなりのものが入ります。はい、ここもですねすごく大きいですしですね、かなり大きくなってますんで、かなりのもの入ります。で
同じようにここにループがついてますんで、いろんなものをぶら下げることができます。こういう風にですね、このカラビナを買ってもらいましたら、こんな風にいろいろつけまして、結構マザーズバッグ、お母さんたちがですね、お子さんのものをいろいろ入れたりするために使うようなバッグにも、非常に大きくて何でも入って、便利で使いやすいかなと思います。やっぱこうリュック派の人、トート派の人結構いると思うんで、いろいろトート派の人にも使ってほしいなと思うんですが、で細かいところですね、いきましょうか。この辺のこのジップのね、持ち手のところ、これはリュックの方と同じく得意ビデオストアっていうロゴが入ったこの金具ですね。はい、ここ1個、あんまり主張しすぎてもあれなんで、ここの金具1個だけ得意ビデオっていうロゴが入ってます。こっちはですね、普通の持ち手ですね。この持ち手もすごくつかみやすいです。はい、でですね、あとこっち、ここのこの金具、この金具もですね、実は、得意ビデオのロゴ入り、ほんまよく見るとロゴが入っているっていう、これもオリジナルで作りました。でこれですね、長さはもちろんこの金具ついてますんで、調節できるんで、すごく短くしてこう持つこともできるし、このぐらい長くしてこうショルダー的にこうというふうに持ってもらうこともできます。で中なんですけど、なんとこちらにもサコッシュついております。なのでトートだけを部屋に置いて、サコッシュだけ持ってフラッと出かけるとかもちろんできます。はい、このオーサムバックパックと同じサコッシュがついております。このサコッシュがですね、ちょっと中見にくいかと思うんですけど、このサコッシュがですね、この中の仕切りのポケット代わりになると。でやっぱこの上、やっぱ締まりたいですよね。やっぱいろいろ防犯の面でも考えても、ちょっとやっぱ閉まった方がいいかなと思いますんで、上はちゃんとジップで閉まるようになってます、ここ、はい、で普段はこうガバッと開けとけばですね、一応このパーキーの方を背負うとピタッとなりますので、こんな感じですね。このジップのところが邪魔にならない、もうジップとか閉めずに使いたいよっていう時なんかは、もうこうやってもらえれば、こう割とね、ぴったりすっきりなりますんで、上が全開の状態でもすごく使いやすいかなと思います。はい、これがオーサムトートバッグです。ちなみに生地は、リュックの方と全く同じ生地を使ってますんで、撥水性防水性が高くって、しかも丈夫な生地です。でこのですね、細かいところですけど、このショルダーのこの肩の当たる部分ですね、ここがちょっと少しだけ肉厚になってますんで、肩があまり痛くならないような工夫も一応されております。はい、さあそして今回もう一個商品あります。それがこちら、フェスポーチです。はい、これがですね、これ夏にもぴったりな感じの、素材感でして、はい、こういうちょっとこうツルツルっとした、ツルツルでもないか、ちょっとこうツルっとしてるような、こうラバーっぽいような質感になってます。はい、でこういうふうにロゴもプリントで入っております。でちゃんとこれサコッシュと違ってこうマチがついてますんで、結構量が入りますね。で大きさ的にはこのぐらいのサイズ感です。で白い方もございます。白い方こんな感じ、このロゴのグリーンとね、この白がいいコントラストかなと思います。はい、生地感ちょっと白いとちょっと分かりにくいかも分かんないですけども、ちょっとこうなんていうかな、さらっとしたラバーみたいな感じの生地感になってまして、で中の方ですね、中の方はちゃんと意外とね、しっかり充実してまして、まずここにちょっ
と見えにくいかと思うんですけど、ポケット、ジッパーでポケットが1個ついてます。で、逆サイドの方は、ジッパーじゃなくて普通のポケットが2個ですね。こっちにちょっと見えにくいと思いますけど、まあ、袋状になったポケットが2個ついて、こっちにジッパーのポケットがついてると。はい、そういう感じなんですよ。だからオーサムバックパックに付属しているサコッシュよりもちょっと一回り大きい感じですね。で、フェスポーチっていう風に名前つけてるんですけども、ポーチとサコッシュの違いって、まあ、微妙な違いなんですけど、まあ、一つはサコッシュって基本的にこう、まち、この幅ですね、これがついてないのを大体サコッシュって言ったりするみたいなんですけど、まあ、こっちはですね、このまちがついてて、物がしっかり入るんで、ポーチという風になってます。はい、結構夏にはぴったりの感じかなと思います。で、このですね、僕も調節もすごい、ここをクイッてやってもらったらシューって伸びますんで、はい、調節もしやすいです。ここが紐になってて、ここですね、肩の当たる部分、ここも結構ね、肉厚になってますんで、はい、肩もあまり痛くならないかなと思います。これが二色展開です。ちょっと並びましょうか。ちょっと全然見えないと思いますけど、2023年の、特異ビデオスターのバッグ類出揃いましたんで、7月7日から発売です。